皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の理科、流れる水の働きと土地の変化、2時間目の内容です。それでは、川と河原の石の様子について学習をしていきましょう。今日の課題です。 流れる場所によって河原の石にはどのような違いが見られるのだろうか予想をしましょう上流は水の流れが速いと思うから浸食の働きは下流は流れが緩やかだと思うから運搬されてきた石の大きさはこの続きになるよう文章を書けるといいですね。 一時停止してワークシートに記入しましょうそれでは計画を立てていきます今回は教科書を使って調べていきます教科書91ページ、92ページ、93ページになりますいろいろな川の山の中から平地にかけて川の流れや河原の石の様子を調べよう 山の中を流れる川と平地を流れる川では水の速さはどうなっているかな石の大きさは石の形は写真の中にある 30cm 物差しと比べてみましょう実際に川に行って調べる場合には大人の人と一緒に行ってください 教科書94ページ95ページを使って結果をまとめてみましょう画面を一時停止してワークシートに結果を書いてください山の中を流れる川水の速さは川の流れが速いそして両岸は切り立った崖になっている 大きくて角った石が多い平地に流れ出た水は水の速さが川の流れは緩やかで瓦ができている小さく丸みを帯びた石が多い平地を流れる川だと水の速さは川の流れがとても緩やかで瓦が広がっています小さく丸みを帯びた石や砂が多い このようなことに気づけたらいいですねそれでは結果から考えていきましょう流れる場所によって河原の石にはどのような違いが見られますか一時停止してワークシートに書いてみましょう自分の考えを自分の言葉で書けるといいですね 教科書95ページを見ながらまとめていきます。一つ目、山の中を流れる川の石は大きく角張っている石が多いです。平地を流れる川の石は小さくて丸みを帯びている石が多い。これは流れる水の働きで石が割れたり、 削られたりして形を変えるから小さくなっていくようです近くの川にある石の大きさや形を調べてみるのもいいですね以上で今日の学習を終わりにします次回は流れる水と変化する土地について学習を進めていきます